ちょっとすいませんじゃあ一回止めます、はい、はい。今の振り大丈夫ですか、ね、あ大丈夫です OK です、はい、じゃあちょっともう一回いきますね、はい、お願いします。ラストです。はい、お願いします。一心堂薬局のヘルシー漢方です。毎日の暮らしをもっと素敵にヘルシーにするために漢方薬を取り入れた生活をしてみませんか。浦和、大宮、川口、所沢をはじめ埼玉、東京で7店舗を展開する漢方専門一心堂薬局にご家族揃ってお試しいただきたい漢方薬の知恵をご紹介します。今週も一心堂薬局の小木秀幸先生にお越しいただいています。小木先生こんにちは。あ、どうもこんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、今週はですね、小木先生、はい、アトピー性皮膚炎ということをテーマにいきたいんですけれども、はい、どうなんでしょうか。すごくアトピー性皮膚炎で悩んでいる人、私の周りだけなのか何なのかわからないんですが、はい、とっても増えているような気がするんですよね。はいはい、はい、そうですね。やはりアトピーでお悩みの方っていうのはやっぱり増えてると思いますよね。でまた本当に最近なんかアトピーといえば現代病で、はい、若いお子さんみたいなイメージありましたけども、最近ではその成人型のアトピーなんていうふうな言葉もありますように、やっぱり大きいか、まあ、大人の方でもですね、このアトピーでお悩みの方ってやっぱり多くなってきてますよね。そうですか、はい、悩んでいる方が多いっていうところで、はい、あとはもしかしたらそうなのかもしれないっていう人も結構多いんですよね。そうですね。アトピー性皮膚炎ってどういうものなのか、そこから教えてもらえますかね。はい、まずアトピー体質というですね、特異的なこう体質がこう原因でですね、起こる皮膚炎の一種なんですね。はい、でアトピー体質はですね、遺伝性がまあ強いと言われてまして、あとその食べ物をはじめ、例えばホコリであるとか花粉ですよね、あとそのダニ、カビ、まあ、こういうふうなものに敏感にこう反応してですね、アレルギー反応を起こすというふうな形でよく言われるわけなんですね。はい、アトピー体質イコールアレルギー体質って考えちゃっていいんでしょうか。ほとんど同じ形で考えていただいて結構ですね。はい、主な特徴ってどういったものがありますか。はい、例えばですね、季節的な部分からいきますとですね、例えば夏はこう汗をかくじゃないですか。はい、まあ、汗をかくんで炎症がその、まあ、起きやすいと言いますか、その汗がですね、炎症を助長してですね、はい、こうただれたり、わお、あとその、ジュクジュクしたりと、うん、で皮がこう割れてね、しまいにはこう汁が出たりというような症状が夏場は多いんですね。はい、で冬場のアトピーに関しましてはですね、やはり空気が乾燥してきますから、その皮膚が乾燥してカサカサになったり、で、あとそのカサカサして、まあ、かじみが強かったりというようなそのカサカサタイプの、まあ症状というのは冬場は多いんですね。ジュクジュクが夏場だとしたら、冬場はカサカサというふうな形で捉えていただければよろしいかと思いますね。そうですか。はい、こう実際にアトピーになっちゃったっていうような時って、はい、よく薬塗ってる人を見かけるんですよね。はいはい、おすすめの外用剤とか、あとは、はい、そうですね、浴剤などそういうものあれば教えてもらえますか。あ、はい、わかりました。じゃあまず小池さん今言われました外用剤でと言った時に、はい、まあ漢方のその外用剤であります太子高というまあ、お薬があるんですが、はい、まあ、これはまあ、自然薬で構成されている軟膏なんですけども、これはかゆみを抑えるその天然成分でできている、まあ、外用剤なんですね。で色がちょっとついてるもんですから、まあ、使い方によっては薄く伸ばせばいいんですけども、厚く塗った時に関してはそのガーゼでちょっと抑えるとか、まあ、そういうふうな分の工夫がちょっと必要になってくるかもしれませんけども、はい、まあ、非常にかゆみを抑えるまあことでは非常にこう有効な漢方の外用剤なんです。自然の成分なんですよね。そうなんです。あ、そうですか。はい、はい、であとその浴剤という分の中で言えばですね、美宝湯という、まあ、上連れ、陶器、芍薬、松節、
まあ、こういうふうなものを中心とした8種類 の, こうあの、まあ、生薬で構成された薬剤があるんですが、はい、これがあの乾燥を防いだり、あと炎症を、まあ、抑えたりする、まあ、生薬が入ってますんで、うん、まあ、簡単に、まあ、薬剤として使うんでしたらおすすめだと思います、はい、であとですね、まあ、お風呂でもこう塩素にですね、敏感にこう反応するアトピー体質の方いらっしゃるじゃないですか、はいはい、その方にはですねプローラという、まあ、あのメーカーが出してます薬用入浴剤というのが非常に、まあ、おすすめだと思うんですね、うん、でこのプローラこう薬用入浴剤というのはその残留塩素を抑えてですね潤い成分のこうシソの葉のエキスが入ってるんですね。でまたその陶器、鮮球、あのイソフラボン、まあ、こういうふうなあのものが入っている低刺激性の入浴剤で、まあ、非常にまあ普通 の, あの、まあ、今 の, その某メーカーの本当にこう粉になったその浴剤と同じようにですね、はい、簡単に袋を破ってこう入れればもう簡単にできちゃうという、まあ、そういうふうな分の中ではおすすめのまあ浴剤ということでまあご紹介させていただきましたけど、はい、お手軽ですよね、はい、そうなんです、はい、分かりました。じゃあこの辺も踏まえつつですね、はい、今日もまあ悩んでいらっしゃる方の症例ですね、はい、お二方持ってきてもらってますので、はい、まずお一人目からご紹介いただいていいでしょうか。はい、まずお一人目の方なんですけども、アトピー症状がですね肘、膝、あと背中、まあ、この部分に、かさつきが強くてかゆみも強いという症状がある、まあ、そういうふうな方の例なんですね、はい、でこの、患部がですねとにかくその赤くなっていることが多いと、うん、で病院の方からいただいているステロイドの軟膏を塗ると治るんですが、うん、塗らないとまた症状が出てくるこの繰り返しですと、はいはい、で頭痛持ち でよく耳の下が切れるっていうんですね、はい、で病院の方からは、まあ、先ほどもお話ししましたステロイドの軟膏とあとかゆみ止めの内服薬ももらってますということをおっしゃられた方の例なんです、はい、でこちらの方にですね、まあ、服用していただいたのが、まあ、運生陰というお薬とあと外用剤のタイツコ、先ほどご紹介しましたタイツコ、はい、この2つを、まあ、併用していただいたんですね。でこの、併用の中ですねまず1ヶ月経った時点でご報告いただいたのがまずその赤みがですね少し引いてきた感じがすると、で2ヶ月経った時点ではですね赤みがだいぶ収まってきてですね痒みの方も落ち着いてきているって言うんですね。で4ヶ月経った時点でもですね、まあ、痒み止めの軟膏を、まあ、使う量もですね減ってきて、で不順気味だった生理も順調に、まあ、ここ2ヶ月来てるということで喜ばれたんです、はい、うん、で6ヶ月経った時点でおっしゃられたことが最近では赤くなったり痒みが出ることもなくですね生理前にアトピー症状がひどくなる、まあ、そういうふうなこともありませんと、で9ヶ月経った時点ではですね、まあ、現在では、まあ、多少皮膚の黒ずみがある程度で痒みが出ることもほとんどなくなりましたということで喜ばれている方の例なんですね。まあ半年ぐらいでほぼほぼという感じですよね、この方ね。そうですね、はい、やっぱり女性だとこう見える部分だったりする人もいるので、はい、結構恥ずかしいって思う人もとっても多いんですよね、うん、そうですね。だから精神的な部分でもとっても落ち着いてよかったんじゃないでしょうか、はい、そうですね、本当そうだと思います。あとはなんか食べ物とか結構影響あるって聞きますが何か気をつけられたりしてたんでしょうか。そうですね、この方の場合、まあ、胃腸が弱いということで、でまたその好き嫌いも多い方だったんですよね。そうか、はい、ですからまあ食事の部分ではそういうふうな、まあ、期待できるようなその回答をこうできるようなコメントをできるような形ではないんですが、うん、まあ、あえて言えばやはりまあ、少ない形の中で消化のいい形にして、まあ、いろんなものを食べられるようにしたという分が、まあ、あえて食事という分の中では良かった点なのかもしれません、うん、そうですね、はい、はい、分かりました。まあでもかなり改善されてよかったなという感じがしますが、そうですね、次はではお二人目ですね、はい、はい、こちらの方は約3年前からですねこのアトピー症状でということで、うん、お悩みの方の例なんですね、はい、でこちらの方のですね自覚症状をご紹介しますと肘、膝、あと首の周り
この部分にですね、症状が特にひどいんですと。で夏場は朝でこうただれて汁がこう出て痒くなって、うん、で冬場はですねカサカサして赤くなって痒みが強いという状況なんですと、はい、でこの方はあの塗り薬、まあ、病院のお薬をですねつけているときは症状が治まるんですが塗らないとまあ再発するというまあ繰り返しですと。でこの方もまあ生理前にですね、まあ、アトピー症状がひどくなるというふうなことをおっしゃられてましたし、あと体積の分の中ではあの春先の花粉症ですか、うん、花粉症を持ってますと。で病院の方からはあのステロイドの軟膏と抗ヒスタミン薬の内服薬いただいてますというふうなことをおっしゃられた方の例なんですね、はい、でまずあのこの方にまあ服用していただいたお薬っていうのがですねサイコ性管糖というお薬とあと外用剤のタイツコあとその、浴剤のですねビフォート、うん、これをまあ服用し、併用していただいたんですね、はい、でこの経過状況をお話ししますとですねまず1ヶ月、まあ、経った時点でおっしゃられたことが痒みが少し落ち着いてきましたと。で3ヶ月経った時点ではかさつきも良くなってきましたと。あと入浴後もですね皮膚が変に乾燥しなくなってきた、まあ、これはあの浴剤を併用した部分もやっぱりあるかと思うんですね、うん、そうですね、はい、で4ヶ月経過した時点ではですねステロイドの軟膏を使わなくても漢方薬と入浴剤だけでですね、まあ、症状の悪化は見られませんと。お、はい、まあ、病院の薬をこう使わなくても良くなってきたということで非常に喜ばれたんですね、うん、はい、で8ヶ月経過した時点でおっしゃられたことが肘で膝の部分、まあ、これはまあ綺麗になって普通の皮膚のようになってきてると、うん、はい、で11ヶ月経った時点ではですね、まあ、最近ではその、まあ耳の下が切れることもなくなってきて、まあ、の体のかさつき、かゆみ、まあ落ち着いてますと非常に調子がいいですというようなことを、まあ、おっしゃられた方の例なんですね。うーん、はい、この方もね割と早いスパンで結構落ち着きを見せているなという感じがいたしますけれども、この方は何か他に気をつけられたりとか、ね、心がけたこととか。そうですね、やはりあのこの方の場合はまあ、夏場こう汁が出たり、まあ、冬場はカサカサしてこう痒みが強かったものですからかかないような形をあのご家族の方がまあ非常にこう注意して、いたように思います。まあ、場合によってはこう包帯を巻いたりなんかしてたような部分もやっぱりありましたんでね、はい、ですからまずその皮膚病の場合はまあ、どんな方に言えるのかもしれませんけどやはりかいたりとか手をこう患部に当てないという部分がやはり大切なことなんじゃないのかなとやっぱりこう見てて思いますよね。そうですよね、はい、あとこの方ビフォートを使っていらっしゃいましたが、はいはい、これってどこでも手に入るんですか？ですね、やはり特異的な部分しかないものなんですが、はい、まあ、うちをはじめ、まあ、松浦漢方さんの方からこう引き合いがあれば取れるものですね、はい、じゃあ石の薬局さんであればどの店舗でも手に入りますよ、はい、っていうところでしょうかね、はい、そうですね、はい、わ、はい、かりました。